うわぁ、またアストライゴリックから新キャラだ。これで中盤まで完璧にメンバーが揃っちまった。アーセナル、強すぎるぜ。うん、ようやく来たか、ベルカンプ。すまない、少しコナミの国との能力値交渉に手間取ってな。だがこの感じだと、どうやら俺たちが来るまでもなく、時代はアーセナル一色だったみたいだな。まあそういうことだ、ユナイテッド、バルセロナ、ミラーあたりの台頭が気になるが、センターフォワードラインブレーカー枠でアンリさえ来ればウイレ2021は間違いなく俺たちのものだ。うーん、他のアイコニックのお箱になった姿が楽しみでやす。まあ当然の結果だな。ウコウコウコピカーン。さあ今日も出動だ。アンリが来るその日まで他アイコニックを我々の手で蹂躙し続けるのだ。いや、あいつ全然来ないんだけど。マジリークとかずっと貼ってるけど、あいつ来る気は一向にないよね、これ。それどころか他アイコニックでチート級アタッカー大量リリースされた挙句、東洋 MP でバカバカ誘導センターバック排出されて、完全に俺たち居場所なくなってるよね、これ。ベルカップのトライこれいつまで空いてんの？本来コンビなのにピンみたいになってんじゃん。アンジャッシュ小島みたいになってんじゃん。まあそう焦るなって。アーセナルだけに。いやもうキャラ崩壊しちゃってるよ。最初のイケメン若手キャラがたった半年で毒され親父キャラになってるよ。僕そろそろ実家に帰ろうと思ってます。当然の結果だというのか。ピカーン。好きだ。アーセナルはもうぐちゃぐちゃだ。一体どうすればいいんだよ。待たせたな、アーセナルの諸君。なんだこれはゼロトップ戦術。このゼロトップ戦術はまさかディノ・ミ・レイジ。絶対的ライバルはいないが、その他は充実している。素晴らしい、私が君たちの器となろう。確かにこれなら俺たちの強みでもある。強力なウィンガー、そして中盤の厚みを最大限に生かすことができる。いける、いけるぞ。ディノ・ミ・レイジと共にアースナル大国復活だ。